西方寺は長野県長野市にある浄土宗の寺院。三号は安陽山、陰号は極楽院。次元では、正治元年に法年が善光寺を参詣した際、大道二年に空海が創建した宝のリ寺を法年の孫弟子にあたる紀手善寺が浄土宗に転修させて改装したとされる。また、紀手善寺の孫弟子にあたる両共鳴心は、 善光寺南大門に段義所を設け、仏弟子を育成した。王子は、権道の王上院にあったが、永正元年、1504年に、誠誉れ田商人を中高として、現在地に遷院した。元永元年と元六十三年に善光寺で火災が発生した際には、その本尊が当時に避難した。江戸時代初期の本堂は11軒14面の大河藍で、 本尊の阿弥陀如来と脇地の観音、聖子料菩薩の他に、釈迦槃像、地蔵菩薩像、全道大師像、法然承認像などが安置され、前光時代本願と当時の歴代承認の遺廃がある。中野騒動後の明治4年に、長野県が成立すると、同6年まで県庁の仮庁舎が当時に置かれた。また、明治24年に再建された栗は、 昭和23年から同25年まで、長野労働基準局として使用された。墓地には、塚田明礼などの墓があり、善光寺七名所の向田池家は、門の南側にある。ありがとうございます。